沖縄料理の海ぶどうくびれずたとは、岩津かい岩ズタ族に属する海藻。沖縄県や鹿児島県では、海ぶどうや、グリーンキャビアと呼ばれ、食用となる。和名はもと、くびれのあるツタの意味で、くびれずたであったが、2000年に改定された。日本産海藻も黒くより、くびれずたに改められた。最新である2005年改定版でも、くびれずたとなっている。日本では、南西諸島に、 日本国外では、東南アジアやオセアニア等の旋回域に分布する。主に、長官体の下部から全身体の砂地に生育する。長さ2から5メートル程度まで成長する。補服系を伸ばし、補服系の途中から直立する茎が生える。この直立する茎が、食用になる部位で、球状の小枝が、ブドウのように密生しており、海ブドウの由来にもなっている。また、和名のくびれずたは、 直立する茎と小枝の間がくびれていることにちなむ、海藻や果物のような姿であるが全体で一つの単細胞生物である。海水水槽で干渉用に栽培されることもある。2000年代以降の沖縄食ブームもあり、乱獲が続いている。しかし、資源量について組織的な調査が行われたことがなく、枯渇の危険があるのかも含めて不明である。情報不足沖縄県では、 昔から食べられており、その形状から、海ぶどうや、グリーンキャビアと呼ばれている。生で、醤油やサンバイス等をタレのように漬けながら食べる。刺身の付け合わせにもされる。ご飯の上に乗せてサンバイスをかけた、海ぶどう丼や、味付けせずに、沖縄そばの上に乗せて、海ぶどうそばとして食べることもある。調味液に長く浸すと、プチプチとした食感をもたらす、粒状の部分がしぼんでしまう。 また低温に弱く、冷蔵庫で保存するとしぼんでしまうので常温で保存する。3から4日間は常温で問題なく保存できる。沖縄県や鹿児島県奄美地方では養殖が行われており、日本全国への発送も行われている。最近フィリピン産の養殖物も,も出回っており、水産庁再開区水産研究所や沖縄県水産海洋研究センター等が、 沖縄県産とフィリピン産の遺伝的な違いがあるかどうかを研究している。日本農林規格違反2008年8月には沖縄県産品小売業者がフィリピン産を沖縄産と偽装して販売しジャス法違反が起きた。イワズタ族の種は日本に約20種生育している。その中でフサイワズタは長蛇炎上の小枝を密生しているが、くびれズタのようなくびれはない。 分布域は日本の太平洋沿岸や日本海沿岸の中南部以南で南西諸島にも生育しており、これもしばしば海ぶどうと呼ばれる。沖縄県の近町ではこれに似た種の海藻を海ゴー屋と名付け特産品として商品化している。ありがとうございます。